また無垢の悪人もなお妻子を慈愛す菩薩戒の一文なりとありますが、これも確かに世間で時々感じたり見たりすることでありますと。まあ、これはありますよね、本当に。自分中心の欲望にのみとらわれ、ありとあらゆる悪いことをする人間でも、自分の子供については何とか幸せにしてやりたいというような気持ちを持っていますって。映画なんか見てればさ、マフィアなんか本当に一般世間人よりもよっぽどファミリーとか自分の子供に対してのその執着愛着が強いっていう、よくそういう図で描かれてるじゃないですか。あれはでもある意味菩薩戒の一文なんですよと。その妻子を愛するということですね。で、つまり無垢の悪人、この顧みることもない、自分のこの悪行を顧みることもないような、そういう悪人ですら、妻や子を慈愛する心があるということは、その慈愛という気持ちがほんのわずかではあっても、常に勇ましい心を持って、一切の衆生の悩みを救い、苦しみから多くの人々を助け出そうというところの心を持って精進する菩薩の尊い命に通ずるのであり、従っていかなる悪人の中にも菩薩戒が存在しておると言えるのであると。まあ、そういうこの一面を取ったって一応言えるんではないかってことですね。言わんや、全ての人においてその心が損しておるという道理がここに示されますと。つまりどんな人にだって、その絶対に自分が切り刻まれてもそのものを助けてあげたい、そのものの身代わりになってあげたいぐらいな気持ちがあるとす、あるな、あるわけだから、これはもうまさに菩薩戒の一文であると。人界に菩薩戒がある一つの証拠と、傍証とも言えるではないかと。次に、ただ仏戒ばかり源氏がたしとあります。このところからは、以上の句会を具足する論述をもって、さらに一歩を進め、仏戒の具足を例されるのです。で、これについて仏戒が源氏がたく身がたいことをまずお示しですと。まあ、いろいろ今まで説明してきたけど、仏戒だけはそう簡単には説明できないよということですね。で、地獄餓鬼畜生ないし菩薩戒まで、特に声聞円覚菩薩は六道に比べてなかなか知りにくいけれども、よく考えてみれば少しはあることがわかる。しかし、仏様の境涯だけは人間界の経験においてどうにも現れにくいと仰せでありますと。確かに仏戒は我々の日常の生活の中にはどうにも体験できません。どれが仏様の心だと言われても誰もわかりません。わからないのは当たり前で、仏様の心というものはほとんど誰も知らないからでありますと。知らないものだから、その例えられようもないし、聞いてもわかんない。世間に時々は情け深く、慈悲深く、欠点がなくて人に尽くす人があり、仏様のような人という場合があります。しかし、それは言うなれば部分的な愚かな心で評価するからであり、本当に仏としての知徳、談徳、慈悲、救済の深さ、広さを学べば到底及びつかないことが分かりますと。まあ、仏様のような人だねっていくら言われたって、その言ってる人が仏様の本当のお姿を知らないんだから、まあ、それは、もうこの見てる見地がもう低いっていう、見識が低いところでさ言ってるだけですよっていうことですね。で、ここで知徳、談徳、慈悲、救済っていう、まあ、この言葉が出てきたので、三徳を調べてみました。この談徳の意味が分かんなかったんですね。なんで徳を断ずるのかって思って調べてみたら、三徳というこの徳なんですって。これは仏様の境涯に備わる三つの徳。一つ、衆生を救いたいという願いによって恵みを与える恩徳っていうことが、もう一切衆生を救いたくて救いたくて、もうしかもそれをただ思ってるだけじゃなくて、現実にそれを行動に起こす、教えを説き、行動に起こしてらっしゃる、そういう徳がまずあらせられると。次、これですね。これを断徳という。一切の煩悩を断ち切る。これを断徳という。だ、徳を断ずるんじゃなくて、煩悩を断ち切る徳を持ってらっしゃるという、こういう意味でした。そして3番目、平等智によって一切を見通す智徳の3つと。まあ、その通りしか聞けませんよね。仏様じゃないので。平等の目。
だからどんなに見た目はみんないろんな差別層があります、違いますよね、ここのみんな違いはあるけれども、根底においてはみんなこの仏の命を持ってるんだっていう、その平等の知恵をもってして、その全ての人たちをどうその境地へ引っ張っていくかっていう、そういうことを見通されてる、目、その知恵の目と、しかもそれを実際に、祁答されてるところの徳ってことですね。で、芸家の言葉、故に誠に高く尊いものとして仏様の心が存在しているとしても、それが我々の心の中に備わっておるということは現れにくいので信じがたいのでありますと。そこでどうすればよいかといえば、苦海を愚するをもって強いてこれを信じと言われるのです。これは寛解二門の中の観の心であり、正しい信じ方を勧められるのですと。この寛解は、まあ、後で説明ありますからね。寛というのは勧められるって意味です。優しい心で勧めると。で、戒っていうのは戒めるってことですね。そういうことをやっちゃいけませんよって、そういう根性ではダメですよっていう、それが戒。この観と戒は常にこう仏のご説法にセットというかな、いい塩梅にこの表裏をなすわけですよ。そして、つまり他の地獄界から菩薩界までの苦海が心に備わっておるのであるから、仏様の境涯もあるということをとにかく信ぜよと仰せでありますと。まあ、この世の中が全部その10回、おおむね10種の生命状態、そういう生命で、覆い尽くされてるというか、その10種の生命状態しかないんだというのがまず前提になってるんですよ。なので、苦海まであったんだから、その宇宙全体の中で10回全部が存在してる、10回が本能常住してる、もともとからあるんだっていうことが、この仏様がずっとお説きになってる前提があるので、苦海、9回まであるんだったら、もう10回として仏様という境涯もあると、もうそれは信じるしかないじゃんって、そこまで整っちゃってんだから。あと、そこまで言ってんのに仏解だけがないっていうことは、むしろ、その論理が指し示すところ、理不尽であるという観点において、無理くりでも信じなさいという、こういうことですね。で、次の、疑惑せしむることなかれとは、戒めの心でありと。仏様の境涯が我々の心に備わるということについて、まあ、疑い惑ってはならないと戒められるのです。これが先ほど冒頭に言った我々信心に即して言ってもそうなんですよ。どんなに辛い境涯に自分が落ちたとしても、どんなにひどい目に今あったとしても、仏解という命がちゃんと存在しているんだって、そこを信じて、そしてご本尊様によってそれを開いていただけるんだっていうふうに信じていけば、どんな苦難でも乗り越えていけるわけですね。それがその本当に地獄のような苦しみに自分が苛まれて、本当に落ち込み、踏み潰され、背中から本当にその押し潰されるような、そういうひどい目に遭ってる時に、その絶望しちゃうとか、ふてくされちゃう、諦めるっていうのは、要はその仏解を信じてないからなわけですよ。こんな状態でも絶対に仏解は自分には存在してるんだから、必ずや開く。絶対に開くんだっていうね。まあそれは観念でいくら思っててもしょうがないから、だからなんだかんだ言っても仏前に座って、どんな苦しい時でもまず座って、まず唱題しろっていうのはそこなんですね。字において唱題していくと、本当に心の奥底から不思議な希望というか、絶対に大丈夫っていう確信とか、その絶対のその、不幸な境地が何かがこう開いてくるんですよね。和らぎ開いて、とうとうそしてそれがガッて現れてくる。だからそういう意味で、この仏様の境地があるってことは疑っちゃならないよっていうことなんですね。で、御門に参ります。